曲ですね。いい曲だよね。いいですね。ワルツ・フォー・デビー。ワルツ・フォー・デビューね。ご存知ですね。あの僕大学生の頃になんかロックとかなんかあのポピュラーミュージックばっかり聴いてたんですけど、うんうん、ジャズも聴かなきゃいけないなって突然思って、うん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 、それで何聴いたらいいのか分かんなくて、うん、本を見たら扇風機消してくるね。あ、いやあのなんかそのジャズのこれは必聴っていうようななんかそんなの中にこのビル・エヴァンスのワルツ・フォー・デビューが入ってました。はい、それは本なんかの本ですね。なんかインターネットがなかったなかったですね。あら、本を読んでた、本でいい時代だよね。まあまあ、ね、はい、あるよね。そうですね。それで、はい、聞いてみた。それで聞きましたね。でもどうやって聞いたの？これ貸せてて貸しレコード、なんだろうな、貸し、まあ何でもいいですよ、とにかく聞いてレコードも、うん、あ、でもだその頃レコード CD はあんまなかったからな。なかったね。レコードかもね。レコードかもしれないですね、うん、うん、黒い鍵盤ね、うん、どうでした、聞いてみて。正直言ってね、うん、その頃ね、うん、あんまりそのジャズよく分かんなかったんで。もういいんです、いいんです。いやー、やっぱあのあんまり私だって分かんなかったもん。あんまりね、心には残らなかったんですけど。ああ、ほんと、今聞いたらどう思うか、ね、今聞いたらやっぱりいいですね。ちょっとね、なんかね、あのなんかクラシック的な感じも今、うんうん、したんですけど。そうだよね、うん、そうだよね、だと思います、はい。ありがとうございます。今日はね、ありがとうございます。今日はね、あのちょっと画家さんの話を珍しく珍しいですね、うん、しようかなと思って。はい。うん、それからあのジャズピアニストの話もちょっと入っててもいいんだけど。はい。うんうん、あの僕ね、セザンヌ好きなんですよ。ああ。はい。セザンヌ。みんなセザンヌ。はい、好きな人は手を挙げてくださいって。一番有名なやつって何がありましたっけ、セザンヌ。セザンヌはね、あの題名忘れちゃったけどね、僕好きなね、まあル、パリのオルセイか、はい、オルセイ、フランス語とオフセイ、うん、オフセイって言うんですけど、うん、あの見てきたんですけど。あ、行って見てきたんですか。行ってきたよ。うーん、1990年、すげえ前だ。初めての海外旅行。ルーブル美術館ではなくて。ルーブル美術館も行ったけど、うんうんうん、あのそのそれとそれより、うんうん、ルーブルは巨大だから、うん、それと肩を並べるのが、うん、あの日本語でオルセイ、うん、オルセイ、はい、でそこにあの、うん、本物のセザンヌの、うん、あの題名忘れたけど、あの橋の絵があって、うん、あのよく見てきました。うん、うん、あの素晴らしいですよ。そのセザンヌが好きな理由は、いや、それはあのなかなか音楽が言葉にならないのと同じよ、ね、ですよね。いや、そうですね、なかなか、はいはいはい、あの難しいです。難しいですね、うん、だから僕ね、画家さんとかあのミュージシャンの話する時、誰が好きって、うんうん、あのジャズのサックス、うん、誰が好きとか言って、うんうん、僕スタンゲッツが好きとか言って、うん、あの理由は聞かないですね、うん、あの誰にも。なかなか、それがその好きだっていうふうに、んうん、その人の口から言えるっていうことが僕は大事だと思う。うん、なるほど、思います。でセザンヌでしょ、それからね、ゴーギャンが好きってことだ。ゴーギャン、はいはいはい。シュエさんは？僕、あのね、好きですか？好きでもないか。まあ、あんまりね、好きな画家ってあんまりいないの？いるんですけど、うん、あの僕ね、好きなのね、ポップアートが好きなんですよ。ポップアート、あ、いいじゃないですか。あのリキテンシュタインとか、うんうん、あのあと、さすが、アンディ・ウォーホル。アンディ・ウォーホルはあんま好きじゃないですけど。おー、素晴らしい、好きじゃないっていう言葉を聞きたかったんだよ。キース・ヘリングとかね。うんうん。キース・ヘリング。その二人が一番好きですね。キース・ヘリングはあの新宿の伊勢丹で見た。うんうん。その二人が好きなんですよ。ほんと。そうか、そうか。で、リキテンシュタインの絵の中でも、うん、女の人が歌を歌ってるところ、うん、あの絵があって、うん、で吹き出し、漫画みたいに吹き出しがあるじゃないですか、うんうん、でそこに歌ってる歌が、うん、スターダスト歌ってるんですよ。おー、この間聞いたね。はい、この間聞いたの、うん、スターダストの歌詞が一部がこう、あ、その辺がむちゃくちゃ好きで、それが音楽とこう繋がるよな。はい、はいはい、はい、すいません、あの突然なんかね、あの現代アートに行ったんですけど、うんうん、
いや、いいと思いますよ。はい、僕はね、あの現代アートのちょっと前になるけど、はい、あのパール・クレイが好きなんですよ。パール・クレイ。知らない。あの知らない、パール・クレイを見てほしいな、それから、絵を見たら分かりますか。パール・クレイはね、あの、音楽が、はい、僕パール・クレイの絵を見ると音楽が聞こえてくるんですよ、それから好きなのはね、フンデルド・バッサー。フンデルド・バッサーは、フンデルド・バッサーはドイツ語なんだけど、はい、あの日本語に直すと、はい、あの百水って書いて、でドイツ語でフンデルトっていうのが英語と似ててハンドルって言うんですよ。ああ、なるほど。で、はいはいはい、バッサーっていうのは、これはあの、ご存知の人多いと思うんですけど、ウォーターですね。だから百水。インドネシア語でバッサーは濡れるって言うんですけど、まあそれはまあいいんですけど、インドネシア語ややこしいから、はいはい、2人ともインドネシア語少しできるけどね、はいはい、そうそうそう。とかね、その辺はまあ好きですね、私は。じゃあちょっと見てみます、最高だよ、じゃあまあ今日はそんなところはい、はいはい、パート2あります、はい、はい、じゃあねー。